アルフレッド・ケネード・ボルペールは、フランスの軍人、画家、イラストレーター、彫刻家、著述家。絵画作品の署名には、エーレ・ベアウレ・パイレを用いた。弟のジュール・ケネード・ボルペールは、治安判事で、ドレフィウス事件の陰謀に翻弄された。アルフレッドは、メーヌイコール・エイコール・ロワール県のソミュールで生まれた。彼の家族は、 経済学者のフランスワ・ケネーの子孫にあたり、父親のジャンマリーケネーは1859年、名前にドボルペールを追加することを認められた。彼はサンシール陸軍士官学校で学び、クリミア戦争、不屈戦争に従軍し、クリミア勲章、メディジエ勲章、イタリア戦線記念勲章、教育功労章、レジオンドヌール勲章を受勲した。軍務の傍ら絵画も描き、 戦争画の他繊細なブロンズ彫刻も残し、1874年にはサロンに出品した。1891年からはエコールポリテクニークでドローイングを教えた。本の挿絵も描き、ジュール・ベルヌの小説、毛皮の国や出版社リブロリー・ファーマン・ディードの出版物を手掛けた。彼は1898年にセーヌイコール・エイコール・マルヌ県。 ブロンマルロにて68歳で死去した。ありがとうございます。